エリカ・ギャビンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の女優。本名はドナグラフ。1968年、ラスメイヤーがメヒョービクセンを制作する際にバラエティシで女優を公募。それに応募し見事主役の座を射止めた。公募内容は私の次の作品に主演するおっぱいの大きな無名のかっこいい女優もトム。であった。 メヒョウビクセンでは、カナダの大自然をバックに、見事な巨乳を、惜しげもなくさらし全裸でかっぽ、男女を問わずむさぼり、工場を交わす、インラン女性ビクセンを鮮烈な印象で演じた。相手を主観する、みだらな眼差しは、そのシャープな風貌となんだ周知もなく、裸体をドにする演技と、相まって、マニアの目をスクリーンに釘付けにした。同作品は、 ソフトコアエクスプロイテーション映画の傑作と言われる。1970年には、ラスメイヤーが、メジャー、20世紀フォックスと、初めて手を組んで制作した、ワイルドパーティーにも出演。女性にしか、興味のないデザイナー役で、元プレイメイトで、やはり巨乳モデルのシンシア・マイヤーズとレズシームを演じた。B 級とはいえ、ラスメイヤーの作品はどれも風刺に満ちており、 その女性上位性とも、相まって、メヒ標ビクセンは一時代を築いたアメリカ映画である。両性愛者であることを公表している。ありがとうございます。